はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週はですね、離れる勇気というテーマで喋っていこうかと思います。ただ先にね、伝えておかなきゃいけないのが、ちょっとね、今週心のエネルギーが不足気味なんですよね。もうちょっとで今日付変わって7月10日になるタイミングなんですけど、ちょっとここで撮らなきゃ時間的にね、ちょっといけなくって、でも今日はまずいかななんていうふうに思ったんですけど、でもまあこの感じもリアルかななんて思いながら、なので今週はね、少し、まあ、内容も内容なので、あんまり楽しいというかね、まあ楽しいダラダラジオのことあんまないかもしれないけど、ちょっとこう皆さんも聞くタイミングをちょっと気をつけていただけるといいかなと。変にこう皆さんのね、お下に引っ張っちゃうのも嫌なので、すいません、よろしくお願いします。で、何かっていうと、まあね、この前というかショッキングなね、事件がありまして、でテレビをつければその事件のシーンがずっと流れてて、で現実として受け入れなきゃいけないのはもちろん分かってるんですけど、私こう人が死ぬ場面がすごく苦手、まああれですよ、あのみんな苦手ですけど、例えばアニメとかでも苦手で、であの事件のね、その場面は流れなくても、その流れてる映像の直後に人が殺されてるっていうか死んじゃうシーンが想像できるじゃないですか。であの瞬間、まあね、それだけショッキングなニュースだったのは当たり前なんですけど、 SNS も、テレビもメディアもね、全部あの映像が流れてて、あ、ダメだって思って、そうなんですよ。でそっから1日半ぐらいかな、もう SNS もテレビはもうテレビは一切見ないようにしてて、 SNS も本当1日もう数分みたいな、だから自分のリプなんか来てるかなぐらいな感じで、ちょっと今だったらもし万が一目に触れても大丈夫かななんて思いながらちょっと向き合ってたんですけど、でもやっぱり離れました。絶対自分心がダメになると思ってね。さっきも言ったみたいに、人が死ぬシーンが結構やっぱり苦手で、あのコナンね、名探偵コナンとかすごく好きなんですけど、あれも連続で見ちゃうとちょっと割と引っ張られちゃったりとか、で漫画も結構苦手で、そう、人が死んじゃうんだけど、読んでた漫画ってなんだろう、 あと鋼の錬金術師とか、錬金ですよね、鋼は結構ね、あのグロいというか悲しいシーンが多いんですけど、やっぱなんかストーリーというかに結構惹かれて読んでたりとか、あとナルトもそうか、ナルトも結構ね、あのジダイア先生がなんか、ね、死んでしまうとか、まあ、ワンピースもエースがね死んじゃうとかもあるんですけど、やっぱ頻度的にはそんな多くはないので、でもそうなん、そういうことがあってね。そう。で、こう、でも離れたんですけど、離れてるのって合ってんのかなって思っちゃうんですよ。なんか、現実として向き合えてないのかなとか、ダメなんじゃないかなとか。で、SNS をさ、その初日に見た時も、その映像だけじゃなくて、それに関する発言とか、それを、こう、ある人をターゲットにして叩いてる様子とかも目にしちゃったりとか、で一応まあこういった活動をしているので、ある程度ね、自分の発言にちょっとやっぱりこう影響力がねあることは自覚してるんですよ、ある程度。だからこそ、何が、何をなんか何を言っていいのか言っちゃいけないのかみたいなことを考え出しちゃって、わけわかんなくなっちゃってでずっとぐるぐるして、で多分勝手に心が疲れて今に至ってるんですよね。今ちょうど本当のあと1分で日曜日になるんですけど、今日は割ともうダラダラとしていたんですが、でもなんかちょっとね、今落ち着いてこう振り返れるようになって、離れる勇気っていうタイトルを、あ、ごめんなさいスマホが鳴っちゃった、アラームが、これね、なんだ離れる勇気っていうテーマで今喋ってるわけなんですけど、みんなもさ、 SNS を使ったりとか、まあ、今回の事件だけじゃなくってね、何かから離れるっていう選択肢っていうのをすごく大事にしてほしいなっていうのをやっぱり思ったんですよね。なんか離れるイコール逃げみたいな解釈をされる方もいらっしゃるんですけど、私はやっぱそうは思わなくって、
離れるっていうのも一つの選択肢の一つですし、それを選んだのは自分で選んだんであれば、それは大事な大事な自分の一歩なんですよ。後ろに逃げたんじゃなくて前に進んだんですよ。離れるっていう選択肢を取ったことによってね。でそれっていうのは、これは生きていく中ですごく大事な考えなんじゃないかなっていうのは思ってて、で今回も結構迷ったんですけど、でも自分がこうメディアとかからこう離れるっていうこと、離れて距離を取って落ち着いて自分の気持ちを整理していくっていう行動を取った自分は偉いと思うし、まあそれに対してみんながみんなそう思うわけではないとは思っているけども、なのでこれからみんなが生きていく中で、まあ今まで生きてきた中でもあったかもしれないけど、自分が選んだ選択肢を100人がいて100人全員が認めてくれるというか、よくやったねって言ってくれることなんてなかなかないから、だけど、そういった時にやっぱり逃げるとか後ろに下がるみたいな表現というか印象があるとさ、やっぱり自分の中でネガティブイメージを持ってしまうかもしれないんだけど、離れるっていうのも避けるっていうのも、例えばもっと言うと学校に行かないっていう選択肢を取ることだって大事な前に進んだ一歩なんだよね。自分で決めたことなんだから、だからいいんだよっていうのは、なんかね今日一日を振り返った時にすごく伝えたくなったんです。私が学生の時に欲しかったんですよね、その一言多分俺はずっと逃げてると思ったから、逃げてばっかの人生だと思っていてそうなの、逃げ癖がついちゃってね、っていうのは、やっとこの活動、いやでもあれか、社会人になって塾講師勤め始めたくらいからかな、そんなことねえなって自分に言えるようになったのは、だけどもっと早くのうちにそういうのもいいんだよって知れてたら、もう少し楽な生き方というか、自分のことを認めてあげられたんじゃないかななんていうのは思っていてなのでみんなにもね伝えたくなったんでそれを伝えましたまあみんながね今どういう風なね感情にいるかはわからないんだけど、それでもやっぱぐちゃぐちゃするよね。俺も喋りながらもやっぱぐちゃぐちゃ思いながらぐちゃぐちゃしてんなって思うもん。もうでもそのぐちゃぐちゃな感情とか今はね整理できてないし、なんともこう言語化することもできてはあまりないんだけども、それも自分の何か後々ね自分を形成する一つのこうパーツにできる気はしているので、もう少しもがきますと思いますので、皆さんもね、自分を大事に生きていってください、はい、そんなことを思いました。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございます。またね明日から1週間始まりますので、よかったらお互いね頑張っていきましょう。それではまた来週の、日曜日の夜に喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは明日からお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。